た白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲君が吐いた息を吸ってぽっかりと浮かんでる。鈴木恒之です。2018年、去年は、中国ツアー3カ所、呼んでいただきました。いろんなお客さん、たくさんお客さん来てくれてとっても嬉しかったです。今年も、中国ツアー3月から決まりました。上海、北京、安南や広州、アモイ、5カ所かなにまた中国に行きます。また皆さんにはお会いできるのをとても楽しみにしてます。ぜひいらしてください。新年快乐！